わどつ、わどつ。浅井さん。はい。石野が。はい。あの、緑の蓮の前に戻ってくるかもしれない。あ、ほんと？さあ、嬉しいな、うん。おばちゃんの、うちでいい、なんか、じゃあ。うん。もしかしたら、で、浅井さんの家にもしかしたら世話になるかもって言ってたよ。あ、それいいな。うん。今月、ね、なんか、どう思いますか？ケンちゃんが今ね。ケンちゃん誰？ケンちゃん？知らない。ケンちゃんと、ケンちゃんと私にやっと配信してって言った人だよ。あ、そうなんだ。ケンちゃんがね、うん。福祉に行っちゃったんだよ。それでね。生活保護？そう、生活保護に行っちゃったの。うん、だから私ね、頭に来てるんだけれどもね。うん、でもね、それは、うちで、その石野さんと一緒に、その。じゃあ何？部屋空いてんの今。空いてるよ、隣の部屋。嘘。そうだよ。マジで？おばさんも3ヶ月も払ってる隣の部屋。嘘。そこさ、石野住ませてあげることできるの？できるよ、もちろん。ああ、じゃあ喜ぶわ。石野さんと、それ、気詰まりだからね、そのね、うん、もう一人、ケンちゃん。ケンちゃんは今住んでないでしょ？ケンちゃん福祉に行ったよ。だから福祉辞めてうちにおいでっていう。おー。じゃあそれだったらいいんじゃない？あ、フォローありがとう、シムさん。オッケーオッケー。じゃあ伝えとく。ありがとうございます。いつもお世話様です。ありがとうございます。まだ確定じゃないけど。うん、伝えとく、うん、ありがとうございます。一緒に昨日飯食ったんだよ、一緒に。石野さんと、ああ、よかったね。2年ぶりやった。よかった。元気だったよ。いや、そうだ、よかった。相変わらずだった。だから、家賃が払えなくて、東京、また、有田さんの前行くって言ってたから、いや、浅井さんに世話になればって言ったんだよ。いや、うちに来ればいいよ。だってね、うち、あれだもん。だって私、隣の部屋についてね。浅井さん何飲む？ジュース。二人の男性が泊まってていいっていう許可は、おばあさんからもらって。浅井さん、ジュース何飲む？ジュース？うん。飲むお茶？コーヒー？ジュースはお茶がいいや。お茶がいい？のんちゃん、お茶もお願いします。のんちゃんも買ってきな。お茶も払わなきゃいけない。あ、いい、いらない、いらない、いらない。いらない、大丈夫。いや、うん、石野さんが来ていただければ、うん、石野さんとケンちゃんって、だとここで、浅井教ができるんじゃないですか。うん。浅井教？浅井教っておかしいですね。浅井教を作るの？地域活性振興会。地域活性振興会って何よ？地域活性振興会。話が急すぎるんだって、毎回。話が急すぎるんだって、何もかもか。何？何？浅い？子供たちがみんな立派に育つ会を作る。そうしたら、うん、石野さんは音楽家になって、ケンちゃんは小説家になって、あなたは映画監督になれる。うん、俺は映画監督になりたい。もうそれいいですね。うん、よくおばちゃんわかんないけど、映画がわからないの。映画何を見たら映画がわかりますか？何の映画を見たらわかるの？借りてきて見るよ。映画で俺が作るよ。大丈夫。そう？浅井さんも出るんだよ。映画に出るの？そうだよ。へえ、うん。やだ。いや、でも出たいよ。うん。出ようよ。一緒に作ろう。あそこの交番の裏にいる人が普通の人になるところを映画に作りたいけど。うん。4年間1回も着替えてないよ。でもね、すっごい体の強さがあるの。で、重たい荷物を全然びくともしないで持って歩いてるからね。あの人、それ、普通の社会人になった時、すげえ嬉しいだろうと私思うよ。頑張りたいとね、昨日ちょっと思ったの。うん。だってね、雨に濡れた後でね、昨日のあれ、雨があったでしょ、うん、その雨に濡れたみたいで、その後にね、すぐ私言ってみたらね、そしたらね、だって小鳥に餌から巻いてる、うん、ああ、編集長、どうもどうも、イキチさんに変えたの？こんにちは、うん、こんにちは、お疲れ様です。編集長さん、こんにちは、こんにちは。何の編集でしょうか、すいません。和道さん、本じゃないね。ん？編集長さん、うん、映画って、うん、他に何、もしね、例えばね、のんちゃんが足が痛いって言ってるの、治ればそれは私嬉しいけど。あれ、治んないと思うよ。治るよ。治るの？治る。だって原因がある。病気を簡単に治るっていうのまた大変なことになるよ。ん？病気は、いや、だからね、なんかね、そういう映画を作りたいと思うけど、どうしようかな。大変。警察がいっぱい追っかけるのダメですか？警察に怒られるよ、また。え？
また警察に言われるよ、病気治るとか言うのって。いやいや、メガネ変えたんです。警察に怒られる。うん、いや、それは警察の、警察をにらみつけて作るんです。浅井さん、YouTube で見てますが、初めて、こんにちは。はじめまして、サクヤットラさん、こんにちは。サクットラ。サクットラさん、こんにちは。はじめまして、見ていただきまして、ありがとうございます。お世話になってます、ありがとうございます。浅井さん、良いアイデアですね。石野さんと、と隣の部屋に、いるということですね。そして、映画監督と作家と動画ですから、すいません、ありがとうございます。イケメンになったね。浅井さん、お久しぶりです。和道編集長です。こんにちは。英吉さん、こんにちは。こんにちは。ゆっこりんさん、浅井さん、はじめまして。はじめまして。お世話様です。はじめまして。ゆっこりんさん。フォローさせていきます。よろしくお願いします。浅井先生ぷくぷくさん、こんにちは。わー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 。沖縄良かったですね。浅井さん、初めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。英吉さん、よろしくどうぞお願いします。誰？沖縄良かったね。え？沖縄？沖縄行ってきた。わー。今暑い、暑いんですか？おかしく冷蔵庫の中に入ってます。食べてないの？まあ、腐っちゃうよ。え、そうですか。冷蔵庫に入ってるから大丈夫です。はい、失礼します。あ、どうもすいません、すいません。あとでお金払うわ。あなたが払うもん。いや、いいよ、浅井さん、いい、いい。待って。いい、大丈夫、大丈夫。お稼いでる、最近。大丈夫。最近稼いでるから。うん、いいの。おばちゃんも足から上がってるよ。いいよ、浅井さん。いい、いい、大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、俺が出すから。おごり。はい。いいの、お金出すくせ。やめよ。大丈夫、大丈夫。うん、オッケー、オッケー、オッケー。大丈夫だから。いつもごちそうになってるから。なんかだけどないかな、ちょっと。いいよ、気使わなくて。遊びに普通に来たんだから。うん。うん、いいよ、いいよ。何やってんの？お、バッグどこ行ったかな？いいよ、いいよ、いいよ。うん、もう、ドラえもんじゃないんだから。ドラえもん？うん。それ。そういえばドラえもんっておばちゃんドラえもんの漫画を見たいような気がするけど、ドラえもん見る？今度じゃあ映画、映画見に行く？ドラえもん、うん、あ、ドラえもんいいね、うん、ドラえもん、あ、なんかいいな、できたらいいな、あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、なんかそれ文章書かないといけないから、んどうやって書くの？うん、え、じゃあ今書いてるの？浅井さん、冷蔵庫に賢い浅井さん、愛しいな、さくらって書いてあった、サクッとらさん、優しいな、浅井さん、かわいい、アメリカ人さん、こんにちは、浅井さん、かわいい、かわいいのんちゃんです、よろしくお願いします、浅井さんで、和道の近くの方ですから、初めて拝見します。そう、こっから1キロぐらい離れてるよ。うんと、でも、自転車だからすぐそこです。よろしくどうぞ。どうもお世話様です。ゆきちゃんお世話様です。この前ね、うん、こうやってやるときに、その息を吐いて、するって言ったら、あれで成果が上がってきて、うん、さ、だいぶウェイトが伸びてきた上に体もね、なんかまっすぐになってるんだけど、ウェイトレーニングいい感じなんだ。そう、へえー、よかったの。いや、おかげさんです、ありがとうございます。でさらに多分近所だよ、家、ヨガじゃなくてなんかそんなようなこと、ヨガやってんの？やってないよ。やってないの？どんなものでしょうか。うん、あ、いいかもしれないですね。呼吸法とか、え、なんだよ、まだ答えてないよ俺。え？答えてないでしょまだ。もう答えました。わかりました。わかりましたって俺が言う前に今わかりましたって言ったな。え？じゃないよ、もう話聞かないんだから。だってあなたにこういう質問は 100% 正確に出るもん。大丈夫だ。わかりました。大丈夫。オッケー。なんだこのババア、映るな。サワチンさん。映るな、映っちゃったよ、どうしましょうか、こんにちは。ちょっとどこ行った、あれ、いなくなっちゃったよ。なんかな、ゴンタさん、浅井さん、かわいい。ゴンタさん、どっかで見たことあるような気がする。ゴンタさん、こんにちは、こんにちは、こんにちは。
よくわかんない。あとは、沖縄って日本と比べてどうなんですか？日本だよ、沖縄は。こっちの方に比べてどんな特徴がありますか？暑い。あと、女の子綺麗だね。あ、そうですか。うん、そうやってずーっと保たれればいいですね、一生。一生っていうか、ずーっと沖縄いらっしゃって。うんうん、え？なんでそれ日本に混じっちゃうないんでしょうね。日本だよ、沖縄は。なんか沖縄で進めてる特徴的な文化とかそういうのが何かあるんですか、どっかに。もともと琉球王国っつって、王国だったんだけど、戦後日本に、まあ日本に、日本なんだよ。町内会がしっかりしてる。え？また町内会の話すんの？飲もうとりあえず。え？開けるよ。はい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 。飲んでね。こんにちは、和道さん、お母さん流れて、お母さん流れて。おはよう。はい、乾杯。乾杯。乾杯。のんちゃん乾杯。あ、ボハさんどうもです。うまいな。こんにちは、こんにちは。ほんとついてる。浅井さん、処理スピード遅くなりましたね。早くなりましたね。何の処理スピードだろうね。和道さんは熟女が好きなの、かなり熟してますね。ルンペイ佐藤さん。まあ、おばちゃんは何かな。みんなのお母さんになってみんな見張ってたいと思います。和道さん、浅井さんもいくつになった？ 60？そう、60、32年前だよ。60、多分1だと思うんだけども。何かね、折れなきゃなんないのが悲しいけど、どうしたらいいと思いますか？何？あなたはあんまり折れない。折れない？そう、折れなきゃなんないのが悲しい。折れないって何？何を折れるって。ん？折れるって何の話してんの？だから、折れる。自分の方針を外して世の中的に流れる。ああ、要は気持ちが折れるみたいな。いやー、折れるのはダメだよね。そうだね、ダメだね。ダメだよ、折れるのは。そうだよ。うん、だからこの力っていうのは折れない力だ。そうだね。そう。自分の思ってることはしっかり言うべきだよ。そうだね。俺も最近嫌なことあったけど。そうだ、それも折れたからおかしいんだよ。そう、折れたからおかしかった。そう。折れない方がいいよ。そうだよね、折れない方がいいよ。自分の考えは貫くべきだと思うよ。ん？自分の思ったことは貫くべきだと思う。うん。鹿興奮してんな。のんちゃんも折れっぱなしだ。のんちゃんも折れなきゃいいのにね。のんちゃん折れてんの？折れてる、折れっぱなし。一度もあれだわ、折れなかったことはない。折れっぱなしだ。折れっぱなしだ。うん。風船ありがとう。アイテムありがとう。ゴンダもありがとうね。一回折れなくて二回折れなかったらやってくるよ。え？のんちゃん。うん。なんでその、なんでこう、折れないことによって何を作るのかな。わかんない。最近カラオケやってんの？カラオケあんまり行かないよ。嘘？あれ、みんな集まってないの？いや、今日まず行こうと思ったけど、今日もみんな出払っていないもん。ああ、そっか。うん、でも大体昼集合だもんね。そう。またカラオケ行きたいけどね。カラオケはいいかもしんないね。うん。いつからやってないの？うん、1ヶ月ぐらいだと思うよ。この前、行ってきたように。あ、そっかそっか。
なんか、どっかで見たことあるね。浅井さんに気合い入れてください。浅井さん、誰か、なんだか見えない。なんだかに気合い入れてくださいっていう。うん、最近流れしっぱなしです。風船10個、ありがとうございます。ゴンタさん、ありがとうございます。メガネ買いに行こうよ。メガネ、これ古いメガネだよ。だからもう目合ってないんだよ。綺麗に見えるから。俺もメガネ変えたのよ。見えるからよく。よく見えるそっから。うん。いや、私もあれだ、目もっと度数上げればよく見えるよ。でしょ？だからメガネ買いに行こう。それ、危ないから。自転車の運転とかぶつかっちゃうよ。子供引いちゃうよ。いや、自転車がすごい注意してるよ。うん。いや、でも、ほら。メガネそろそろ、もう何年も変えてないでしょ、それ。片方レンズないし、これ。レンズ入ってないから、これ。完全に。うん、まあさ、まあ折れることによって真実が分からなくなるから頑張れっていうことだけれども。うん。その、だから、うん、要するに、メガネを変えようって言って。うん。メガネ。あ、そっか。真実をお知らせするこの仕事にそれで、折れちゃダメなんだ。うん。本当だね。うん。いやだから、メガネ買いこうよ、今から。なんかよくわかんないけども。うん、よくわかんないんだけど。真実をお知らせするってね、真実なんてあるの？俺が言ってるのは、メガネがないとコメント読めねえから、メガネ買ってあげるから今からメガネ買いに行こうっつってんの。メガネ屋さん行こう。新宿の駅の方に。今ああ、そっか、夢中になる対象って真実しかないんだ。だから、あなたも真実に夢中だってるし、私も真実に夢中になってんだ、ね、だから、折れると真実が分かるようになってガッとくるんだ。そんな話してないから。コメントが読む。浅井さんも配信者でしょ浅井さんも配信やってんだから、コメントが見れなかった。浅井さん、聞いてねえな。徳田。メガネが、浅井さん、みんなに気合入れてください。僕たちメガネフレンズ。大欲は。徳田トラウに似てるね。徳田トラウって特集会の特集会やってる人ですよね。昔々、特集会って。和道さん、優しい。レンズない。スカウター状態。和道さん、21日、キャスパー行きますか？キャスパーってこの前行ったじゃん、浅井さん。ああ。うん、あそこ、自分でたまに行っていいもんですか？もちろん。いや、浅井さん一人で行くと、店員さん困惑するだろうな。だって、喋ってるうちに分かりますか？まあ大丈夫だと思うけど、俺、なるべく、2、3回一緒に行った方が、うん、まあいいんじゃない？まだいきなりね、浅井さん。向こうが私を分かるんですか？私が向こう分かるんですか？いや、だから顔なじみになった方がいいから、まあ、店員さん覚えてると思うけど、浅井さん。あ、向こうが私を分かって加減すると。そう。はあ、うん、何についての加減ですか？加減？いや、加減とかじゃなくて、いや、まあ、もう一回ぐらい、俺一緒に行くよ。行きたいとき、夕方以降。うん。うん。あ、お疲れ様です。キューピーさん、どうもです。頭にくることを言ってもやっつけなくても大丈夫ですか？え、何？いや、浅井さん、メガネ買ってあげるから。いや、そうしたら、浅井さん、また、聞いて。え？目が見えてない、浅井さんは。また一緒に行って、それで2、3回一緒に行って、それから自分で行って、うん、で、それで、おしゃべりしていれば大丈夫ですか？うん、一緒にしゃべりに行こう。あ、ところで、私、お酒飲まないけれども。ジュースあるよ、あそこ。そう？うん、ジュースある。コーラとか。お酒って自分で練習した方がいいと思います。最近体が強くなったから。いや、浅井さんは飲まない方がいい。そう？飲んでみたいの？いや、どんな味がするか飲んでみたいけれども、体が強くなったからひっくり返らないと思うけど、どんな風に思いますか？酔っ払う。え、飲んだことあんの？いや、飲まないけど、弱いから飲まない。体が弱くて、全然飲めないから。いや、飲むんだったら付き合うよ。一杯ぐらいなら。少し飲んでみる？一杯飲めばいいんですか？あそこで。いや、飲みたいんなら。うん。浅井さん、そうじゃなくて、飲みさんにも似てるとかやめて。飲みさんって何？飲みさんって、いいのよ。うん、和道さん、お疲れ様です。岩田真由美さんにも似てます。おい、和道。うん、横の男つまりだぜ。わかんない。ペキュタ。ペキュタ。困ったばあちゃん。
話飛びすぎ塾さや侍出ていたのみなんだかさんにも似てますね。ぬぐめがね買いに行こう。そう和藤さんお母さんみたい。浅井さん、今のメガネプレゼントのお話ですよ。浅井さん。メガネプレゼント？メガネ買うから、俺が。メガネ買い行こう。メガネ？いや、メガネいいよ。なんだよ。ん？ね、自分で部屋の度が必要だと思ったら直すからいい。いや、見えてないじゃん、だって。なんで今日見えないんだ？あ、メガネ違うんだよ。いつもと違うメガネかけてるの。嘘つきなよ。そう、片方レンズないの。これ、片方レンズないの2つあるんだ。うん、でもう一つ、なんで片方取っちゃうの？もう一つ、もう一ついいで、もう一つでいいメガネも、あの、うん、その間ある片方で。これさ、もしかしてさ、アサイさん、これ拾ったメガネ？ないけれども、拾ったんじゃないよ。作ったちゃんと。そうだよ。いや、それ、もう修復しない方がいいよ。あちこち壊れてるから。バラバラになるよ。大丈夫、バラバラになんないよ。いや、大丈夫、今、緩んでるから直す。これ今日仕事行かないじゃないと、これ嫌だ。緩んでるから直すの。いや、ガキって言ったら嫌だよ。ね、大丈夫だよ。大丈夫だからさ、ネジが緩んでんだ、ネジがクタクタになってるから直すの。大丈夫、うん。調整してあげるだけだから。壊れないよ。大丈夫。だから、浅井さん、これじゃあさ、仕事になんねえから、聞いてる？いやコメントも読めないし、仕事になんない。メガネ作り行こう。いいよ、メガネ。もうすぐできるから。いいよ。なんでヒント？メガネ、あの、新しい。なんで、あと片方のレンズ外しちゃうの？片方のレンズが、なんで片方しかないの？違う片方のレンズがあるの。なんで片方しかないの？メガネがある。まだ治ってない、まだ治ってない。サイさん、メガネ作り行こう。今日そのメガネ、あの、いつ暇なの？違う、メガネ、うちにあるの？新しいの、片目レンズが外れてるの。なんで片目のレンズ取っちゃうんだよ。で、それ。もうしょうもねえ。アセさん、メガネ作り行くよ、今度。いや、いいよ。いらない。なんでよ。十分間に合ってる、メガネは。間に合ってないでしょ、これ。完全に。スカウターじゃねえんだから。ん？なんで片方のレンズ取っちゃうの？いや、すごいよ。いいから、ちょっと、やらせて。うん。メガネ？うん。いいじゃん。一個新しいメガネあったら。新しいメガネがもう一個あって、うん、それも片目外れてるけども、うん、それをかけます。うん、なんで嘘つくの？いや、本当にいつもあれでもいいのあるでしょ。だいいよ。それは古い形のメガネ。メガネ今、去年してたメガネなんですね。でも、新しい片目のメガネが見つからないから。なんで片方、なんで片目取っちゃうのって聞いてんの、俺は。なんで一個取っちゃうの、レンズ。いや、それは、片目入ってると、うん、体に力が入らないから。片方が好きなの？レンズ入って大丈夫だよ。いや、違う。片方が好きじゃなくて、両目多分、両目入ると体から力が抜けるから。うん、だから、うん、はーっと撮ってます。これは、要介護、浅井さんの新メガネ、スカウター、母、ブルーゾーン、うん、和道の、わからない。何？要介護、浅井さんの、あ、これがわかんないんだ。目が、その、両目入ってると、例えば、1kg のものしか持ち上げられないものを、片目を外して、レンズを取ると、10kg 持ち上がったから、だから片目を外しました。で、ちなみに、これは、もう片方のさ、度数が合っていないんで、全然見えませんが、左目視力いいんですか？なんでやねん。いや、だから、その、1kg がも、その、両目外したら 1kg さ、持てるものが、両目があったら、片目外したら 10kg になったから、片目を外しました。浅井さん疲れてますか？浅井さん、左目視力いいんですか？なんでやねん。私の、53万です。これボンハさん誰だか分かってる？ボンハさんってあの人や、あの。分かってんの。誰だったっけ？寺島だよ。コテハをさ本名を言うのダメだから。え？だからダメだから今誰か分かってるって言わないからコテハなんでしょ。なんで本名を言っちゃうの？いやいいんだけど分かってるんだったら。いや分かってるんだったらいいわ。いや最近なんかね、あの YouTube にね自分の歌を載っけたんだって。知ってるよ。見た？見てないの？浅井さん。見てないよ。見る？浅井さん。いや、見れるよ、ここで。え、見れる？うん。どうしてそんなの分かるの？いや、だって浅井さんのチャンネル、パートナーチャンネルだから、あれだよ、見れるように設定してるんだよ。え、私の、うん。私の、YouTube 見れるよ。ん？
私のチャンネル開けば寺島が出てくるんですか。え、寺島さんのは分かんないよ。俺、浅井さんのチャンネルは分かるよ。何言ってんの、浅井さん。じゃあ、だから、寺島さんの、YouTube を見るには、どういう、寺島って弾けばいいんですか、浅井って弾けばいいんですか。うん、ちょっと待ってね。リスナーさんに、ちょっと、YouTube、浅井さんの YouTube 紹介するから。じゃあ、一つの動画見てもらいまーす。はい。ちょっと待ってね。浅井さんの動画見てもらった方が早い。まだ感想が飲んでるな。行きまーす。はい。風邪、沖縄で風邪ひいた。電気と水と、うん、それから光。これは、それによって起こるものではなく、もしくは、言ってるように、なんかなんかの爆発によって起きるものではなくて、これは私たちの心と今のそれから平和へ のんちゃんにこういう体操を教えてきたんだけども、平和への意識にその体操をすれば自動的に空間から湧き出る、それが実証されましたので、皆さんそちらの方向にどうぞよろしくお願いします。まあこういうね、YouTube の活動浅井さんやってるんで、ぜひ応援お願いします。なんて平和を作るためにやってますので、ぜひ平和の世界をこしらえて、その皆さんで平和の世界を動かしようと思います。うん、何だったっけ、そうだ、うん、この、うん、ああ、マビアさんいらっしゃいます。何？これは何ですか？これはお土産を送ったの、リスナーさんに。ああ。うん。沖縄のお土産。ああ。うん、あ、ちなみに言うと、浅井さんは、健忘症でもアルツハイマーでも何でもないよ。ぶっ飛んでるだけだ。リスナーさんに、これで住所がわかるんですか？住所はそれじゃわかんない。これと親しくなって、それで、はい。連絡取って電話したりしたい。うん、電話したりして、それで、友達になったから沖縄に行きました。今回、ありがとうございます。寺島さんの YouTube 見てみようか。うん、寺島さんの YouTube 見よう。ちょっと待ってね。ちょっと待って。寺島さんの YouTube 見ます。今ね、URL が送られてきたんで、一緒に見ましょう。それは何が送られてきたんですか？うん、寺島さんの YouTube が送られてきた。寺島さんが送ってきたんですか？うん、君と僕飛び込め光の中へ、さあ今じゃん。はい、ありがとうございます。ちょっとカオスすぎるでしょ、もう訳が分かんないわ、もう流れが分かんないから。何やってんですか、ボーマさん。もういいや、寺島さん何やってんすか、もうバレたんで。寺島さんが今歌ってたよ、もう全然意味分かんないわ。今何なの、寺島さん今のオリジナルソングだ。もう全然意味わかんないよ、もう。そうだよ、寺島さんこの前ご政府書いて書いてたの。うん、書いてたよ。何が？ご政府書いて弾いてた。ああ、そう、作曲できんの。だからただ歌ってるんじゃなくて、それだ、ご政府の音楽です。なるほど。真面目です。はい、ああ、了解です。うん、はい、こんにちは、皆さん。いや、どうしたの、急に。ん？いや、それ、今日のさ、一番さ、問題はね、なんかね、だから、折れないでなんとかならないかっていうことだけど。いや、折れなければいいんだよ。折れるからダメなんだよ。佐川急便？折れなくていい。佐川急便？あ、俺の家じゃない。隣の家だ。風船ありがとう。LINE もう返信したよ、俺。うん。LINE 返信した。うん。よろしくお願いします。折れなければいいって、折れなければ次から次へと運命が来るもんだと思いますか？
いやーね、折れたら悪い運命が来て、折れなかったらいい運命が来るよ。はあ。なるほど。なんか逆に恥ずかしいからそれやめて。逆になんか今のすげえ恥ずかしいから、そのリアクションやめてくれない？なんで恥ずすかしいげえ恥ずの？かしくなったんだけど、なんか。なんで、なん俺で？はすごいみたいいや、だって私、あの、あなたのお父さんとお母さんを今尊敬したんだよ。な。え？だって え？俺のお父さんとお母さんを尊敬したの？うん、だから子供に運命をちゃんと教えた立派な人だ。ありがとうございます。いや、だから、あの、その調子で映画監督になれる。ありがとう。頑張ります。おばちゃんも頑張るよ。わかりましたよ。よかったよ。亜生さん、最近ふわっちどう？なんか人気出てきてる。いや、だからね、その、折れてるのが失敗してね、それでなんか、何が折れたの？何が折れたの？何が折れたって？だからさ、自分のさ、家に座らなくてもね、さ、しょうがないかなと思ってさ、我慢すると、この辺でね、もうあれだ、ほんとさ、折れっぱなしなんで、あーって言葉が出ない。だけど、その今の一言で分かりましたから。いやー、よかったな、私。よかったよ。よかった、本当によかったよ。あ、のんちゃん、ジンスコ1個ちょうだい。俺さ、浅井さんにさ、あげたお土産あるでしょ？これ食べてみて。これ別のやつなんだけど、これが入ってるから、これ食べてみて、クッキー。沖縄のクッキー沖だ縄から。のクッキー？そう、食べてみて。味合うかどうかわかんないけど、お口に。どう？これがあの箱の中に入ってるから。すごい美味しいな。あ、本当に？よかったよかった。これ食べて。でも、浅井さん、珍しいね。その、ほら、あんまり食べないじゃん。いいものしか食べないじゃん。それはいいもの？すごいいいよこれ。あ、よかったよかった。よかった。浅井さん、食い物うるさいんだよ。ベジ美味タしリい。アンなの、浅井さん。あれさん、肉食べないもんね。肉食べない。なんで食べないんだっけ？見た目じゃなくて、逃げるからっつう。まず逃げるものは食うも、食うと食う、あんまり食う気しないけれども、それよりも、こうやって見たらいいものと悪いものがあるじゃん。明らかに肉は悪いよ。肉はダメ。魚も食べないんだっけ？魚にはいいのがあるよ。あ、魚食べるんだ。魚には、いいお魚屋さんには5%ぐらいいいお魚が売ってます。でも肉は全滅です。肉はもう絶対ダメ。鶏肉も食べない。子供の頃食べた？肉は見られない。あ、じゃあ、生まれた時から肉は食べないんだ。いや、だけど給食とか言ってたじゃん。これしょうがないよ。それ食べてたのね。食べてない。じゃあ、学校嫌いだったよ、その子。学校はもう。でも、何なんだろうね、学校。和藤さん、学校は普通にちゃんとさせてますこれはね。中学校まではちゃんと行ってたよ。ああ。中学校まで行ってた。高校はもうやめちゃったけどね。浅井さんって、ああ、ああ、じゃあもう一回見てもらおうだか。からしかあもう一回見てもらおう。浅井さ何んのに、い浅井さん？や、ボンハさんの曲あるじゃん。作詞作曲かな。作詞作曲やったんだって、ボンハさんが。まあ、寺島さんなんだけど。もういいよね、寺島さんで。ちょっと聞く？浅井さん。もう一回聞く。はオッい。ケーオッケー。ちょっと待って。もう一回聞こうか。ちょっと待ってね。準備するから。これって私もこういうふうにいろんなことができるようになりたいけど、やってるうちにできるようになりますか？まあ、ゆっくり時間かけていけば覚えられるとわか思うりけます。ど。まず何ができるかっていうことをこうやってよく覚えておいて、してやそうろだ、うと見頑て張ね。ればいいの。じゃあ、浅井さん、このヘッドホンつけてもらっていい？ヘッドホン？耳につけて。これを聞くんですか？そう。だってこれ向こうそにれ、も。音が聞こえないから、それ聞かないと。OK？ 準備 OK？ さっき聞こえたよ。準備 OK？
曲を流すよ。はい、みんなの、あの、バードさんの声聞こえます。君と僕飛び込め光の中へ、さあ今じゃんです。これすげえうまいよ。すごいうまい。うわ、うん、すごいよこれ。よかったよかった、うん、き昨日とついて寺島さんとして具合がいいと思わなかったけど、すげえうまいじゃん、うん、うまい。すげえな。本当に寺島さん、すっごいのこれ、すっごいうまいの。あ、寺島さん、僕もフェイスブック連絡ください。死にそうになる。寺島さん、ぜひ。あれ、僕、寺島さん繋がっちゃうっけ、フェイスブック。すげえうまいな。うまいね。あ、うまい。はい、解放いらっしゃい。これもう一個食べ、もう一個食べた。やった。え、もう一個でいいよ。一個、もう一個食べた。いいよ、一個でいいよ。受けいただいたもん。いやー。うん。あ、ふわふわさん、風船ありがとうございます。まあ、家族みたいなもんだから、もうここまで行くと。うん。もう家族でいいよ。なんかこの前あの、うん、レフさんがなんか音楽、うん、音楽やったなんか、ね、そうそうそう、ライブやったの。そう、見に行ったよ、はあ、今度行く一緒に。んライブに、うん、いや、うん、私が体と調整して、それであの、うん、意識を光にする音楽をやってたら行きます。うん、メタルだね。メタルって何？ドゥク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 みたいな、ザン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 みたいな。あ、そりゃいいですけどね。浅井さんに会ってみたいって。うん、誰が？海宝さん、うん、海宝さん、こんにちは、うん、海宝さん、お会いしてみたいです。今度来てください。ここに来ればいい？いや、ここはいいや。じゃあ、うち新、うんと、俺が一緒よ。俺が一緒に行くよ。本町二丁目。ダメだって、住所言ったら。え？じゃあ、いや、俺が連れてくから大丈夫よ。どこに連れてくんですか？浅井さんちだよ。あ、まあ、と海宝さんと和藤さんが連れてきてくださるそうです。うん、じゃあ、待ってますね。よろしくお願いします。家に今日？今日じゃないよ。いつも何時くらいにいるの？あの、ほら、いつも外にいるじゃん。いや、だから空き缶でくさばってたら、それとさ、うん、だからなるべくは、うんと、事前に、あの、何して、例えば、うん、今日の、うん、例えばその4時とか。今日来ないよ。今日の3時間後は来ないよ。そうしたら、来週の、うん。あ、そうそう、空き缶さ、いっぱいさ、あるから、浅井さん持ってく？ありがとうございます。部屋にいっぱい、あの、外の、あれになんかあるから。いや、でも、空き缶でよりも、あの、作家とあの、配信で暮らしたいですね。浅井さんも配信で暮らしたいの？だけど配信よく私飲み込めない、うん、だからね、うん、このまず配信のその、うん、皆様方がやってることをそのよく見てね、うん、で、それでその、それが好きになってどういうふうにしなきゃなんないのか、それだんだんそう考えると強まったらそれはいいんじゃないかと思うんだけど、うん、なるほどなるほど。どう思いますか？いいと思います。そうですよね、うん、勝手に喋ってて、その他の人がどういうふうに頑張ってるのかよくわからないんだもん。まあそうだよね。うん、そう、だから、ね、そこのところどういうふうに頑張ってるのか、どういうふうに面白いのか自分で見て、うん、してそれであの一緒に盛り立てればいいんじゃないですか。そう、ね、だから石野に教えてもらえばいいんだよ。石野だって配信で11万ぐらい稼いでるんだから。あ、そうなの？そう。へえー、それはすごいな、うん、そうそう、キャスバーで歌ってた人、歌をなんか、歌が聞きたいんだってみんな。歌いたい曲とかあったらカラオケ流すよ。歌ここで歌っていいんですか？いいですよ。何でもいいですよって。じゃあ、鉄腕アトム。鉄腕アトム、ちょっと待って。他に何か歌えば。あるあるある、大丈夫大丈夫。鉄腕、言ってくれれば。魔法使いサリー。魔法使いサリー。ちょっと待ってね、じゃあ。ちょっと待ってね、浅井さん。魔法使いサリーでいいの？魔法使いサリーでいいです。OK、すいません。マハリー。あ、ちょっと、まだ音楽流すから、うん、え、うん、ここでいいのかな。上でびっくりするよ。出てってください。1曲だけなら大丈夫だ。え、1曲だけなら大丈夫だから。
こんにちは、さやさん。勉強熱心ですね。勉強あんまりしないよ。じゃあ、こっちの画面ね。ごめんね。勉強して、パソコン頑張ります。どこにま、あ、こっちが見えないよ。マハリーク、マハリ、ヤンバラヤンヤンヤン。マハリーク、マハリタ、ヤンバラヤンヤン。やってきた、ちょっとチャームな女の子。サリー、サリー。不思議な力で街中に夢と笑いを振りまくの。サリー、サリー。魔法使い、サリー。できた、ちょっとお茶目なお姫様。サリー、サリー。魔法の言葉を唱えると夢と希望が飛び出すの。サリー、サリー。魔法使い、サリー。サリー、サリー、サリーの歌だよ。サリーだ。夢と希望出すの。まだまだまだ。まだ今感想だから。魔法使い。まだまだまだ。まだこれから。はい、いいよ。はい。いいよ。はい。ほうきに乗ってやってきた、ちょっとお茶目なお姫様。サリー、サリー。魔法の言葉を唱えると愛と希望が飛び出すの。サリー、サリー。魔法使い、サリー。まずあれサリー、サリー、サリーちゃーん。ありがとうございます。いいえ、はいはい、なんかあれだろう、これは何だろう。もう、あ、花火ありがとうございます。ありがとうございます。花火ありがとう。なんか、うん、おばちゃんとよくわかんないけれども、うん、その歌ってくれって本当に歌った方がいいかな。カラオケ枠っていうのがあるの。こうやってみんなが歌を聴きたいっつったら歌を歌うっていうのも放送であるの。ああ、うん、これどっから音楽が飛び出るんですか。飛び出る YouTubeYouTube でここ鳴らせばいいんですか。YouTube で魔法使いサリー弾いて、じゃこれに乗っければいいんですか。うん、そう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 。でそれを乗っけたらその音が聞こえるんで、それで、そう。浅井さんアカペラでもいいと思うけど。素敵な歌声です。初見さんぜひフォローしてってください。よろしくお願いします。初見さんいらっしゃい。ありがとうございます。うん、いらっしゃいませ。うんうん、ご紹介します。初めて見た人のためにご紹介しますね。ふわっち、最近、もう3ヶ月ぐらいやったら、浅井ゆき子さんです。よろしくお願いします。浅井さんです。浅井です。山水の朝だよね。山水の朝。山水の朝に、井戸の井で浅井さん。はい、井戸の井、ゆき子。浅井で検索したら出てくるよね。うん、浅井。浅井で検索すると、一番最初に出てきます。浅井ゆき子。ぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。まあ、もう3年ぐらいの付き合いになる、まあ、友人というか、まあ、神ですね。一言で言うと。ただの神様、神様です、ただの。それはすごい方だ。本当、ただの神様だ。うん、何かな、いや、誰も神がいないんだから、それはただの神だけれども、今みんな神になったら、それは、神であるっていうことは、世の中を渡る切符っていうことだけど、それだけです。はい、なんかこれって一番なんかそのと、なんか残念に思うのは、そのレクチさんが、なんかね、
普通にその、問い合わせてくれればさ、12時ぐらいで体が変わっちゃうんだけど、そうしたらね、意識全部に光、光が入る、その素晴らしいあの音楽、声になる。それなのに、なんだってね、どうしてその、その何ができるかについて、その、調べようとしないか、それとも私が言わないからわからないのか。お前何言ってるか全然わかんない。だから、例えばこうやって話してるでしょ。これの他に、その、問い合わせに対してどういうふうに、したらいいかっていうことについて、いろんなことが分かるし、いろんなこと方法があるけれども、それについて人に喋ったことはないよ。どのようにしたらいいと思いますか。放送の話ね。放送でしょ。何の話。いやだから、人にアドバイスして人を変える方法をいろいろ知ってるのに、はいはいはい、そことは全然現れない。はあ、だからそれみんな私は何ができるかわかったわかったわかった。なるほどなるほど。要はそれはタイトルに体健康について答えますっていうタイトルにしないとダメよ。そしたら健康が気になる人が質問来るから、タイトルに健康について話しますって入れるといいの。だから健康についてその何を答えれるかっていうことを、まず見せなきゃならないんだから、それ見本のようなものをこう作ればいいですか。そうですね。ああ、うん、だからその、実際にその答えてる場面とそのどう、それ違うですね。答える、どんな質問にどういう答えが返ってくるかというと、パターンを、そのここに載っければいいんですか、 YouTube に。違うですね。どんな質問に対してどういう答えを出してるのかという、その、いいのコメントで書くから、みんな、私こういう健康問題があるんですけど浅井さんどうしたらいいですかって質問が来るから、健康に困ってる人は書いてくれるから、ここに生放送だから。だからこう、例えばこういうふうにして、2日したらそこが治りますとか、そういうのが分かるけれども、それっていうのは、ここではやらないよ。そうだね。だから、YouTube でやるの？YouTube に何ができるかについての音楽を作って、でそれ入れとく。なるほど。あと問い合わせだ。受ける。問い合わせね。電話で問い合わせるんでしょ。だからそう、 YouTube に何ができることっていうことがついてのその音楽を作ってやつ、置いとくだから、入れとくだから。いや、わかりました。今度カメラ持ってって作りますから。そうでしょうか。わかりました。うん。あれ、それ、あなたが写してくれるんですか？なんで俺が、俺がやるの？だから私が写しても私が出るよ。いやいや、ボンハさんにやってもらえない、寺島さんに。寺島さんに写してもらう？うん。俺、忙しい最近。俺がやるの？撮影。もう一曲歌ってくださいって。何ができるかについての撮影を。うん。いいや、まあとにかく何でもいいや、カメラを立てて、それで、それにそう映せばいいんだよね。そうもう一曲なんか歌ってって言われてる。なんか何がいいですか。でも上の文句言われるかもしれない。まあ、そろそろ文句言われるね。うん、そろそろ。すげえ大変。放送ダメになったら大変だよ。そうだよね。うん、だからどっかカラオケかどっか行ってさ、歌うから、ね、ちょっと待ってね。うん、そうだね、カラオケまたやりたいね。俺も行きたい。カラオケ行きたい。だって今日もみんなまだ帰らないよ。今日は無理でしょ。じゃあ来週だね。来週、うん、挑戦しとったのあれボンハさんじゃないの。
何を取ったの？あの朝鮮、あの朝鮮のお寺行った人のボンハさん。ボンハじゃないよ。え、誰なの？ケンちゃん。ケンちゃんが取ってたの？これ。これ。だからさっき言ったあの、うん、石野さんとケンちゃんが隣の部屋に住んでたら。こんにちは、韓国のお寺でございます。これはあの新宿にある韓国のお寺ですけれども、そうだったんだ。この韓国のお寺の魂は皆さんに譲りました。これは韓国の、南の方の韓国、これから北の方の韓国。これは皆さん一つになり、そして世界の私の仕事は社会科学なんです。それを二人で一つになりまして、その一つの世界というのはこれですね。これというのは心とそれから感情とそれから綺麗な心が一つになったところですけど、これは東西の朝鮮というところではなくて、これは世界となりました。で、みんな魂は一つ。寺島さんがあんま絡んでないの最近。これ。先生、もう話しない。寺島さんはこの頃ね、会ってないんだ。いや、この間で1週間に2回ぐらい会ったよ。だけど、その前は2ヶ月に一遍とか、そうなんだ。これ、韓国のお寺だと思いました。これ、すげえ綺麗なお寺だよ。これの美しいこと。これは、あと皆さんの魂であって、そして世界一つの魂です。それが、韓国によって実現しました。いや、これね、あの、会社の、あの、社長さん、ありがとうございます。これ、みんなの、これは、これからの、未来の幸せです。幸せっていうか、これは、皆さんの目標としてのところ、平和です。では、よろしくお願いします。すいませんです。お世話様です。ありがとうございます。だからね、実際にあれだ。終わりがいいな。ありがとうございます。あれ、あの、うん、爆弾が落っこちないように一生懸命考えてみたら落っこちなくなったと思うけど、浅井と申します。皆様、あの、今日は神になり方について、あの、皆さんに、あの、お教えしようと思うんですけれども、神というのはナマズがゴンゴン、うん、ジャンプでなくて、うー、ナマズジャンプジャンプ、うん、神です。皆さんどうぞよろしくお願いします。来週は意識と感情についてお話しますので、皆さんどうぞご期待ください。では。意識、感情。結構いろんな、いろんな YouTube あるね。いや、何を作ればいいんでしょうか、YouTube。いや、まあ何でも好きなこと。何やってんのこれ。ちょっとわかんない。あ、これあれだよ。日赤の総務にあれだ。日赤の総務に会いに行ったの？そう。あ、怒られてんだ。日赤の総務にね、これから医療はさ、音楽に変わりましたって言って、そして、あの、レクさんに作った音楽を持ってた。怒られてるだろ、さ。これは当然だよ、このところに侵入したお父さん。だけど一応これはあれだ。日赤の総務にリア突したの？そう。なんで日赤の総務に会いたいと思ったの？日赤の総務は病院の中で一番あの、力があって、それで、各病院の総務回ってるから。で、それで、ね、日赤が医療が多くに変わってくるんじゃないか、どうぞ全部が医療は多くに変わったんじゃないか。いろいろやってるね。なんで入っちゃうの？いろんな活動やってんだね、浅井さんね。いろんな活動やってるね。これはなんだろうね。だって世の中の最初の人に入ってるね。入ってるね。Bye.
また行きたいな。いや、歌、私、何の歌を歌えばいいと思いますか？何の歌がいいんだろうね。動画減ってるね。動画全然なくなっちゃったじゃん。動画？みんな運動してました。ちょっと、なんか、俺の映画に、やっぱ浅井さん必要だわ。やっぱ、ちょっと俳優と、女優としてオファー出すから。女優？うん。いや、自然に演技してもらえれば全然いい。女優、うん、女優って何をやってるところを出せばいいんですか？はい、大丈夫。映画撮るときにちゃんと言うから、こういう演技してくださいって。クイーンとかいいんじゃない？いや、だから、本当は治療家の仕事になりたい。だから。治療家だってパクられてるでしょ、浅井さん。ん？いや、大丈夫だ。大久保で摘発されたんでしょ、あれ。いや、あれでも、指圧間のマッサージ法違反で、広告規制法違反。何やったの？チラシに肩こり腰痛って書きました。大したじゃない。だけどね、肩こり腰痛って書いたらダメなの？ダメだよ、指圧マッサージ師は。なんでそのビラ配ったの？大丈夫だろうと思った。そしたら、ガサ入れ入ったの？そうだよ、ダメですって言われたよ。でお店ダメになったら多くの。そうだよ。いや、だって、1ヶ月も留守したんだろ。もう一緒にいて。大久保の店潰れたんだ、それで。いや、だって1ヶ月って大きいよ。だって家賃60万払ってんだからね。60万も払ってたの？そうだよ。だから家賃60万払ってんのに1ヶ月でこう一緒にいたらね、なくなっちゃうんだよ。すっげえな。え？それ何年前の話だ？頭に来たわ、だけどね、今は許したよ、しょうがないよね。もうそれや、それあってると思って、もう今は勘弁したよ。だけどね。だって、恵比寿でもやってたんでしょ？そう、恵比寿でもやったよ。恵比寿は家賃いくらぐらいの？恵比寿は35万だったかな。恵比寿の方が安いんだ。うん。だって、あれだ、いや、今度もね、いくらぐらいでできたの？その、大久保の店は。肩こり取るの。何マッサージ。何分いくらの？いや、普通の値段だよ。だから、1時間で5000円の普通の。ああ、まあまあまあ、普通だ。うん、いや、だから、今度は、30分で5000円ぐらいの、その、30分5000円高いよ。サメさんに食われた傷を治す、治療院を開こうと思って。サメ？サメっていつもこれ私配信でやってる。何サメ？サメってね、どうし、サメって動物のサメ？社会構造で教育と政治、サメ。え、何代々木でもやってたの？で、その、だから、そのサメに食われた、その、その、傷を治すと。それが、仕事で治療院をやっていきたいと思うんだけど。サメに食われた人なんかいないよ。サメ？みんな半分食われてるよ。みんな泳いでるけどね、みんな半分食われて泳いでるもん。だからね、そのサメさんに食われて、ここが、腕が取れましたとか、そういう人を、腕を再生して返す。だから、その、そういう治療院をいただきたい。ついでに腰痛があったら、サメさんに食われたその腕が治れば腰痛も取れます。何？サメに食われた腕が生えてくるってこと？生えてくる？いや、私が空間から形作ってて取り付けるんだよ。サメが食われた手を。だからそういう治療院を開きたい。で、そして。ついでに腰痛治すんじゃなくて、腰痛治す方が、いっぱい需要があるよ。腰痛に困ってる人の方が多いの。サメに食われた人なんてなかなかいないよ。だから、サメに食われて腰痛ってはなかなか治らない。絶対治らないもん。だから、それを、腕を取り付けることによって腰痛も治るだろうと、そういうふうに思ってる。サメイコール社会システムですかって質問来てるよ。そう、サメイコール社会システム。ちなみになんだけどさ、浅井さんさ、だから社会システムに。偶然サメがあるんだよね。サメ。これサメ。社会し、サメ？サメの歯だよ、これ。
だからこれは教育でこの中に入ってくださいっていうようなもんだ。あの、で、その、サメ、浅井さんの声聞いたら元気出たわ。仕事戻ります。はい、頑張ってください、ママちゃん。ママちゃん、仕事。質問です。ところで浅井さんは霊感とかありますか？浅井さんは霊感？うん。いや、霊感だけで生きてますけども、霊感だけで生きてるの？そう、でも、アヒカ集めとかには霊感使いません。霊感は、難しい。真面目な仕事には全部霊感を使います。ところで浅井さんは霊感とかありますか？だから、その、霊感が全てで、霊感とかありますかじゃないよ。霊感に行って、寄って生きてるじゃん。霊感、ママちゃんありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ハートか。ハートありがとう。霊感って存在しない？うん、霊感なんて存在しない。霊感っていうのは、サメさんに食われた時食われたなって思うのが霊感で、だからその、サメさんに食われたっていう感覚はみんなあるから、だから、あるんです。うん、どこが痛い？偏頭痛。ブラウザバックしね。偏頭痛。いいや、次行こう。お知り合いじゃない、もう3年ぐらいの付き合いだわ、浅井さんとは。何言ってんの、ケイちゃん。3年前から知り合いだよ。もし、左の、この辺が痛いんだよ。左のここが痛いんだったら、左足を前にして、右足を前にして、左、ちょっと待って、ここが、すぐブラウザバックしよう。ここが痛いんだから。右足を前に、左足を後ろに、前後に柔軟運動すれば、治ると思います。すげえじゃん、こんにちは。お知り合い。1週間に1回くらい来る。私、左手からパワー、海宝さん左手からパワーが出る。右手からも出すには左足を後ろに上げればいいです。謎の霊を、誰の霊を感じるの？誰の霊？人類と全部の後ろについてる。人類全般全部後ろにいる神様。浅井さん頭おかしいの？おかしいかもね。知らなかったです。頭ね。耳のないさぎってポエム教えてくれたよね。よくわかんない。解放も力あった。巻き替えちゃう。私、口から出任せが本部。絶対、ポン。絶対、アメリカ人。能力者多いな。能力者よく。わからないけれども、さっき何の病気治しの話だ。病気治す時のその治すその映画を映してほしいのだ。オッケー、映画撮ろう、浅井さん。だからタイトルは、タイトル映画撮ろう、浅井さん。タイトルはタイトル、サメさんに食われたのを修復します。サメさん、ね、そうじゃない、サメさん、サメさん、食われたのを修復しますはダメだね。サメさんに食われたら修だから修復します。サメさんに食われた腕を元に戻しますっていう映画。 OK、 撮ろう。サメさんに食われたら腕を戻しますっていうタイトルの映画。あ、それは警察に逮捕されるよ。え、サメさんに食われた腕を元に戻します。あ、それ撮ろう、じゃあ早速、なるべくこれで直す活動して、それであとは、本の本を頑張って、そして治療を作ればいいんですか？そうだね。そうですね、わかりました。じゃあまあ、ちょっとメガネは買おう。頑張ってください。メガネ買い行こう。メガネ。よっちゃ。いつ開いてんの？まずメガネからだから。今日は今ジムに行こうかと思った。あ、いいよいいよ。じゃあ今度行こう。今度ね。今度約束ね。メガネ、前の片メガネ持ってきますから、それに何とかご勘弁くださいませ。どうしよう。
とうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様、気をつけてね。どうも、あ、これ持って帰った。お疲れ様です。すいません、ごめんなさい、自分の持ってきましてすいませんでした。すいません、またね、またね、すいません、すいません、朝井さん、じゃあ気をつけてね。はい、すいませんです。はい、頑張りますね、うん、はい、はい、じゃあ皆さんちょっと待っててください。忘れ物ない？朝井さん来るとき、いえ、朝井さん来るとき LINE に連絡ちょうだいよ。 LINE にこれから行くよっていう、そうそうラスカートがいるよ。そう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 、はい、鍵閉めた。気をつけて、朝井さん。はい、あの、うん、ちゃん頑張ってください。じゃあ、はい、ありがとうございました。あ、お茶忘れてんじゃん、結局。朝井さん、お茶は？朝井さん、はいはいはい、朝井さん、はい、秋葉持ってく？秋葉さ、あれ？ないね。もう誰か持ってきちゃったんだ。いいよ、分かった。本ためとく。すいません、いただきます。すいませんです。お先は気づいてね。お世話様です。まだ放送やってるよ。はいはい、はい、どうも、ただいま。いやいや、パワフルだよね。少し雑談やります。あ、あ、あ。いや、パワフルだよ。すごいよね。いや、浅井さんはもう長いもん付き合い。3年ぐらいになる。3年行くか行かないかぐらい。もう長いよ、浅井さんは。あ、まあ、よく来るから。俺の放送見てたら浅井さんはもうレギュラー放送ですよ。てか、逆にね、浅井さんが有名になってきてびっくりしてるんだよ、うん、なんかね、浅井さんとワドってつながってたのって言われるぐらいね、浅井さんがピンでお客さん集めてるぐらいだからね、うん、合唱団のみんなね、元気かね、うん、入れ墨をどう思う。いや、別にどうも思わない。俺入れ墨入ってないから、うん、どうも思わない。でも別に入ってる人には偏見ないかな、俺は。うん、うん、のんちゃん元気だよ。のんちゃん元気、うん、浅井さんはもともと、もう今日の朝放送したんだけど、石野康介くんっていう子がいるのね。石野康介くんで1ヶ月間ぐらい俺の部屋で寝泊まりしてたので、石野はうつ病を持ってて、で、あの、よく死にたい死にたいって言ってたんですよ。で、ある日、あの、俺の家に泊めてたんだけど、もう和道さん死にたいと。で、俺ホームレスになってもう飯を食わないで餓死をするって言い始めた。うん。もう飯も食わないと。で、もう和道さんの部屋にから出ていくと。で、俺ホームレスになって死ぬんだと言うから、もう速攻カメラ回して面白いっつって。じゃあ企画にしようって言って、そのホームレスの人が溜まってるエリアがあるのよ。都庁前に。で、みんなに挨拶して、一人一人に、どうもって言って。で、縄張りとか聞いてた。この辺で、あの、この子、石野くんはホームレスやりたいんですけど、どっか空いてますかって言ってたら、あの、夜中だったんだけど、女の人がおにぎり配ってたのよ。そう、もう死んじゃった人に、猫の人がいたんだけど、結構ね、有名だよ。サブカルでは有名で、あの、猫カフェ、新宿都庁前で猫カフェやってるホームレスの人っつって。要は段ボールに猫いっぱい飼ってて、で、有名な人だったのよ。その人におにぎり配ってて、で、なんか、あ、すいませんって、NPO の人ですかって、
もしよかったら、どこに住めるのか教えてくださいって聞いたら、その人が浅井さんだった。そしたら、その石野くんに布団とか全部持ってきてくれて、有田さんっていう人を紹介してくれて。そうそう。そんな感じだね。で、簡単に言うと、浅井さんは空き缶拾いで月40万か50万ぐらい稼いでる人。空き缶拾いのプロフェッショナルだね。多分、空き缶で日本で一番稼いでるのは浅井さんだよ。いや、神様だよ、浅井さんは。で、稼いだ金全部、ホームレスの人にご飯配ったりとかしてんだよね。うん、マジで神だと思ってる、浅井さんは。そうそうそう。そういうもう長い付き合いだね。大げさ？いや、全然大げさじゃないよ。本当だけど。嘘みたいな話だけど、本当なんだよ。嘘みたいかもしれないけど、本当の話なの。あ、じゃあすいません。1時間経ったんで、アイテムタイム入りたいと思います。もし面白いなと思ってくれた方は、風船1個でも構わないので、アイテムいただけると嬉しいです。2分間音楽流します。アイテムお願いします。そうだね。解放なんか、あれでしょ、ロハコさんの部屋片したんだよね。そうそう、空き缶拾って、月40万ぐらい数えてる。な、稼げる？あ、浅井さん半端じゃんか、集めるから。うん、嘘じゃないよ。浅井さん普通に神様ですよ。風船5個ありがとう。ぷぷくてこくし、風船5個ありがとうございます。ありがとうございます。マジで湯がピカピカ。ぷっぷくてこけしさん、風船5個ありがとう。ありがとうございます。おい、くもんりおはよう。ぷっぷくてこけしさん、風船5個ありがとう。ありがとうございます。ぷっぷくてこけしさん、風船5個ありがとうございます。ありがとう。あい、解放バガ、ありがとう。アイテムありがとうございます。ん、こっちですか。ん？佐川急便？はい。ちょっと待ってください。はい。届いたわ。あ、ありがとう。ギフト届きました。あ、ギフトありがとう。みややさんいらっしゃい。みややさん、ハートありがとう。あ、リスナーさんから、なんかアイテム、ギフトが届きました。ありがとうございます。ありがとう。うん。早速開封しようか。え？いや、別に落ちなくていいけど。うん。ああ、ありがたい。海苔だ。うまそう。なんだこれ。あ、美味しそう、美味しそう。海苔をいただきました。ありがとう。海苔が届きました。海苔が。大江海苔。すげえ美味しそう。ありがとうございます。美味しくいただきます。海苔が。俺海苔大好きだから、すげえ嬉しいわ。味付け海苔いただきました。ありがとうございます。美味しくいただきます。これ、つみきちゃんからか？
つみきちゃんって書いてある。あ、つみきちゃんからだ。ありがとう。つみきちゃんからオニオンスープもいただきました。ありがとうございます。これ美味しくいただきます。のんちゃん、これキッチンに置いといてもらってもいい？なんか、海苔いただいたから。後で食べよう。これ、なんかキッチンに置いといて。うん。ありがとうございます。いや、別に無料で見てもらっていいよ、全然。お気持ちで、なんか、お金に余裕のある人がアイテム投げてもらえると嬉しいだけだから。全員に強制してるわけじゃないから、俺。うん、お前が嘘じゃないと言っても、信憑性がない。いや、別に、信憑性がない。俺が言ってるのが嘘に聞こえるのはね、あなたの生き方が間違ってるからだよ。人を信じれないだけでしょ。俺のせいにすんのやめてよ。うん、人のことを信じれない人間にお前嘘つきだって言われてもどうしようもなんないよね。あ、そうなんだ。淡路島の美味しい海苔なんだ。ああ、そうなんだ。いただきます。ありがとう。ゆったんおはよう。おはようございます。いや、もう、朝日さんは帰ったよ、もう。朝日さん帰った。いきなり来るからね、朝日さんは。突然来るからね。あ、皆さんお願いがあります。YouTube のチャンネル登録がまだの方はですね、チャンネル登録もうすぐ1000人いきますので、下の URL をクリックして、YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。力入れて頑張っていこうと思ってるんで、皆さん応援よろしくお願いします。仕事をしてたんだよ、ちょっと。雑用じゃないけどさ。じゃあ、浅井さんがやってきて。チャンネル登録ね、まだの方はぜひよろしくお願いします。解放うまくいったの？ロハコさんとコラボ。見れなかったんだよね。ちょっとバタバタで忙しくて。うまくいった？コラボは。気にはなってたんだけど、ごめん、見れなかったわ。あとでタイムシフト見てみるか。もう帰ったよ。ラコさんの友達になって、よかったよかった。ああ、よかったじゃん。心霊配信やるんだ。ああ、よかったよかった。うん。よかったよかった。解放の7000円の件といい、態度が急変した。何、解放の7000円の件って。うん。全然意味わかんないんだけど。まあいいか。今日はこれで放送終わりにすっか。うん、じゃあ今日の放送はこれで終わりにします。お疲れ様です。ありがとうございました。また明日。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。